どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月22日の木曜日なんですけれども、今回の動画は今シーズンまだ一軍出場がないタイガースの4人のキャッチャーについて、まあ、先日はこの投手編についてもご紹介しましたが、今回はキャッチャーです。まあ、キャッチャーは非常に運用が難しいポジションですが、その中で今シーズンまだ出番がない4星の現状、そして今後ですね、岡田監督は再度キャッチャー2人体制明言していますが、その中で今後どんなキャッチャー運用を待っていそう なののかかこの点についいててもも深掘りしていきまますよかったら是非とも最後までご覧いいただけると嬉しでですでは、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは、今シーズン1軍未出場の4人のキャッチャーについて、先日はこの投手編についてもご紹介しましたが、もちろん大前提として、それぞれのポジション、年齢であったり、怪我、まあ、様々な理由で1軍に出られないという背景もあります。ですが、長いシーズン乗り切るためには、主力選手だけではなく、2軍で頑張ってる選手の力も必要です。だからこそ2軍で頑張ってる選手の現在、そして今後にフォーカスを当てていこうというシリーズ。 ピッチャー編で野手編もぜひお願いしますと、まあ、そういうコメントもたくさんいただきましたんで、シリーズ化させていただこうかなというふうに思います。まあ、よろしければピッチャー編もご覧いただけると嬉しいですが、早速キャッチャー編見ていきましょう。ではまず一人目、今シーズンプロ2年目の19歳、中川選手。中川選手はここまでファームで22試合出場して、47打数10安打、打率が2割1分3厘、ツーベース4本、スリーベース1本、ホームラン0、打点が5、フォアボール5つ選んで、出塁率が2割8分3厘、OPS が623、得点典打率が1割5分四厘という数字です。まあこの中川選手 に関しては昨シーズンもこのチャンネルで何度も取り上げさせていただきましたが本当にポテンシャルがものすごいキャッチャーというのも去年はファームで50試合で打率2割9分5厘ホームラン3本記録高卒1年目の選手、まあ、しかもポジションキャッチャーの選手が打率3割近く打ってホームラン、まあ、長打もたくさん出ていたということでやはり我々タイガースファンの期待度はぐんぐん上がりますよねそして打つだけではなくインサイドワークでも首脳陣から高い評価を受けていて1、まあ、軍でバリバリ実績持ってるピッチャーのボールもたくさん受けてきただからこそ迎えた今シーズン2年目一体どんな成長 せてくれるのか我々タイガースファンにとっても楽しみなポイントでしたが、まあ、岡田監督も春のキャンプの時点で中川選手には目をつけていてちょうど交流戦が始まる前のタイミングで中川選手はプロ初昇格で当時の岡田監督のコメントですが中川も2軍と1軍ではピッチャーのボールも違うし1軍レベルのボールを経験さす方がいい試合はそんなに出られへんと思うけど試合中もブルペンでどんどんボール受けさすみたいよバッティングもいいし思い切りがいいから結構評価は高いよとこのようにコメントまあ確かに中川選手に対しては岡田監督も春のキャンプの時点で触れる力があるとい 強化指定選手とといいいううな形で期待ののコメントというのもかけていましたで実際、一軍態度を続けて、まあ、残念ながら試合に出ることはできなかったんですが、中川選手自身、一軍態度を続けた11日間を振り返って、空気感であったり、緊張感がやっぱり違う、試合中もそうですけど、試合前のロッカールームだったりも、あの緊張感でやることが上では当たり前になってくる、経験して慣れていかないといけない、常にあそこでやってるというのをイメージしながらやっていきたいと、このように語っています。間違いなく中川選手にとって貴重な学びになったでしょうし、それを成長につなげて、一軍最昇格を目指してほしいな というふうに思います。では続いて2人目、今シーズンプロ4年目の21歳、藤田選手。藤田選手はここまで22試合に出場して、32打数9安打、打率が2割8分1厘、ツーベース、スリーベースはありませんが、ホームラン1本、打点が6、四死球合計3つで、出塁率が3割3分3厘、OPS が708、得点圏打率が3割7分5厘という数字です。いやー、この藤田選手も間違いなく伸びてきてくれてますよ。というのも、藤田選手も先ほどご紹介した中川選手と同じタイミングで、一軍キャンプ合流を果たしていたんですね。で、当時の岡田監督のコメントですが、次の キャャッチーーっっっててて言たたらおかししししいいいいけどもとと若のののがアピールしてほしいとこのようにに中川選手藤田選手手藤田期待のコメントを出していたんです、すでそんな藤田選手の成長過程を振り返っていくと、まずは1年目、2022年は36試合出場して、73打数13安打で打率が1割並ぶ8人。まあ、ですので、こういった数字を見ても、昨シーズン1年目、中川選手があれだけ打ったということが本当にすごいんですよ。で、藤田選手の2年目は32試合で打率が1割4分3人。やはり高卒で入ってきてキャッチャーというポジション、まあ、守備でもいろいろ勉強しなければいけないポイントたくさんありますし、まあ今 すぐにバッティング動向といいうのは難しい部分がありますからねまあ、そういう流れではありましたが、昨シーズン3年目ですね。65試合、試合数を大きく伸ばして、115打数28安打で、打率が2割4分3人プロ初本塁打を記録したシーズンになりましたが、その中で今シーズン4年目、まだ打数は少ないものの、打率2割8分1人ということで、打率もグッと伸びている。で、さらに全体的なコンタクト率、いわゆる三振率ですね。まあ、この数字というのが、藤田選手、これまでずっと2割以上だったんですが、今年は 1>, 1割3分五輪ということで間違いなくコンタクト率もどんどん上がってるんですまあ本当に藤田選手の体つきを見てても入団1年目とは比べ物にならないぐらい下半身もドシッとしてますからどんどんプロ野球選手の体つきになってきてるんじゃないかなということで念願の1軍デビューいつになるのか注目していきましょうさあでは続いて3人目今シーズンプロ3年目の25歳坂井田選手坂井田選手はここまで39試合に出場して77打数19安打打率が2割4分7人2ベース4本3ベース0ホームラン2本打点が12 フォアボール7個選んで、出塁率が3割0分2厘、OPS が679、得点圏打率が3割1分8厘という数字です。まあ坂枝選手に関しては皆さんご存知の通り、昨シーズンの最終戦ですね。ここでプロ初出場を果たして、スワローズの守護神、マク不フ投手から同点タイムリーヒット。まあああいったところを見ても何か持ってる選手だなと言いますか、今後より一層大きな選手に育ってくれるんじゃないか、そういう期待感というのがありましたよね。で、そんな坂枝選手は今シーズン3年目、まあこの坂枝選手に関しては中川選手や藤田選手と違って、大卒でプロに入ってますから、3年目 とはいいいえ何かかききっかけを掴んでいきたいでたそういった中で春のキャンプが始まる前の時点で、坂井田選手は当時メラメラでした。で、当時の坂井田選手のコメントですが、岡田監督は僕のことをあんまり知らないと思う。だから一気にアピールして、おっと思わせるようにしたいと、このように語っていました。まあ、坂井田選手に関しては、ルーキーイヤー2021年、肋骨を二度骨折していたんですよね。まあ、それも疲労骨折だったということで、再び怪我をしてしまう。まあ、そういう流れというのもあったんですが、今シーズンが始まる前の時点で、その怪我は完治で、そこからしっかりウエイトトレーニングもできるようになった。まあ、そういう流れがあるわけなんですが、 まあ、坂枝選手の3年間のファームでの成績を見ていくと、大体打率の平均は2割5分前後。まあ、2軍とはいえ、キャッチャーで平均してこれぐらい打てたら9大点かなというところですし、まあ、1年目からもそうですが、坂枝選手結構勝負強いんですよ。ここぞというところで坂枝選手のバットが火を吹く、まあ、そういう展開もありますし、昨シーズンも実際、ワンチャンスをものにしてタイムリーヒットを打ってますからね。また今シーズンあ、この坂枝、まあ、選手も春のキャンプ、ちょうど中川選手と藤田選手の入れ替わりで2軍合流 という形になったんですが岡田監督はその入れ替えの真意について一軍の戦力としてはまだまだ無理やと思うけど1軍のいいピッチャーのすごいボールを取って勉強してな能力的には栄田や長坂の方が上かもわからんけどそういうのも必要なんじゃないかと思ったんやとこのようにコメントでその中で岡田監督も坂田選手を一切評価してないということではありませんからねドラフト同期の選手がピッチャー野手問わず1軍でガンガン活躍してる、まあ、そういう背景もありますからね次は絶対俺が爪痕残してやるんだとそういう強い思い持ってるんじゃないかなということで今後の栄田選手も注目していきましょう さあではラスト4人目今シーズンプロ5年目の29歳片山選手。 片山選手はここまでファームで38試合出場して、72打数19安打、打率が2割6分4厘、長打、ツーベース3本放っていて、打点が5、フォアボール12個選んで、出塁率が3割6分9厘、OPS が675、得点圏打率が1割という数字です。まあ、やっぱり片山選手の魅力といえば、入団時から言われていた通りバッティングですよ。まあ、特に片山選手の場合は左打ちということで、これだけで他のキャッチャーとは差別化を図ることができている。特にルーキーイヤーの2019年、片山選手は育成ドラフトで入団した選手ですから、始まりは背番号3桁でした。ただ ただ1年目からいきなり支配下契約を勝ち取って、この年ホームランファームで5本打ちましたからね。まあ、キャッチャーでこれだけホームラン打てたらタイガースファンの期待度もぐんぐん上がるまあ、そういうスタートになっていたんですが、そこからなかなか一軍に上がることはできず、やっとね。昨シーズン2022年一軍昇格を果たしました。それぞれの試合でマスクも被って2。打席だったんですが、結果は2。三振であの時の打席内容を思い返すと、ちょっと変化球になかなかついていけてなかったかなっていうのが正直な印象。まあ、ただその中で今シーズンは8。4打席だって。打率2割6分4厘フォアボールも結構選んでて。 出塁率3割6分9人ありますからね。まあ一つバッティング面でいいアピールができてるかなというところなんですが、今シーズンの片山選手の起用法を見てると、本職のキャッチャーはもちろんまあ、直近のスタメン起用でも守ってるのはファーストのポジションなんですね。やっぱりそれはここまでご紹介してきた通り、片山選手よりも若いキャッチャーがね。マスクをかぶるという流れも多いですし、今現在2軍では長坂選手もマスクをかぶるという流れも多いんで、まあ、片山選手と長坂選手は同い年となってくると、1軍経験を積んでる。長坂選手がマスクをかりやすいまあ、そういう背景もあるのかなということで。まあ とにかく片山選手ははまずはバッティングでアピールしていく、まあ、これが重要にななるかなという,ふうに感じますということで、最後になりますが、本当にこのキャッチャー運用というのは難しいポイントがたくさんあります。目の前の試合を勝っていくことはもちろん、未来への投資というのも必要ですからね。まあ、だからこそ岡田監督は交流戦という貴重なタイミングで中川選手を挙げて、一軍の空気を味わわせよう、一軍ピッチャーのボールを受けさそう、まあ、そういう動きを取ったのかなと。ですので、岡田監督の中でこれまでのコメントを聞いていてもね、中川選手の評価がちょっと高めなのかなという考察もできる。ただ現在のタイガース、 1。軍キャッチャー枠を見ていくと、梅野選手、坂本選手の2人だけなんですね。そして明日からリーグ戦再び始まっていきますが、岡田監督は今後のキャッチャー運用について、もうこのままでいく。梅野もだいぶ落ち着いてきたからな。先発の試合は坂本にしても1試合任すつもりでおるしとこのようにコメントまあですので今、今は長坂選手も2軍でマスクをかぶっていますし、交流戦1。軍昇格を果たした。中川選手もいる。ただ、岡田監督としてはキャッチャー2人体制継続でその分ね。ピッチャーの枚数を増やしたり、他の野手の層を厚くしていく、まあ、そういう判断を取るという流れです。ここまで梅の選手は？ 第5試合出場して132打数23安打打率が1割七分4厘ツーベース1本スリーベース0ホームラン1本打点が11フォアボール17個選んで出塁率が2割6分5厘 OPS が46球得点圏打率が1割七分9厘という数字で一方坂本選手は28試合出場して78打数21安打打率が2割6分9厘ツーベース2本スリーベース1本ホームラン0打点が8四四球合計8つで出塁率が3割3分3厘 OPS が654得点圏打率が3割七分5厘という数字ですここ最近は伊藤 時でも梅の選手がマスクを被るまあ、そういう新しい流れもありますが、今後のキャッチャー運用どうなっていくのか、まあ、シーズン終了まで2人体制でいくのか、それとも新しいキャッチャーを上げたりするのか、こういったキャッチャー運用も引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画ではここまで一軍未出場の4人のキャッチャーについて、そして今後のキャッチャー運用についてもご紹介されていただきました。まあ、岡田監督はキャッチャー2人体制継続、まあ、その分ね。他の野手の層を厚くしていく、まあ、そういう判断を取ったわけなんですが、やはりこのキャッチャーというポジション未来の投資も重要になってきますからね。 これから岡田政権がどういう舵取りをしていくのか、この点も注目していきましょう。皆さんもここまで1軍未出場の4人のキャッチャーについてどう感じますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4万3800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者4万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トロホー、ありがとうございました。やはりこのキャッチャー運用、非常に難しいポイントですが、これからの岡田政権の舵取りも注目していきましょう。ではまた。